えー、要するに連動っていうのは、ね、まあ、あの、セクション1は読むパートですから、これは何度も何度も読んでくださいということです。だから必ずしも読むだけで、えっ、ー、と、グラマーブックやワークブックで問題演習やらなくても別に構いません。それから、えっ、ー、と、今度は何回かやったときには、今度は読まないで、グラマーブックで、えっ、ー、と、 説明を少し見てから問題演習をやるということもいいと思いますし、えー、問題演習が少し足りないなと思ったら足せばいいということですからまああのどういうふうに連動させなきゃいけないということはないんで、えー、結局これはその総合版シリーズは 教材群ですから、この中から適宜、えー、と先生方の教え方にあったようなピックアップっていうかね、修者選択をなさって教えていただければよろしいかと思います。